横浜羽沢駅は、神奈川県横浜市神奈川区、羽沢町にある、日本貨物鉄道、東日本旅客鉄道の駅、東海道本線に属し東海道貨物線上にある。もともと貨物のほか、東京以北と以南の小荷物輸送の中継、仕分け拠点として開設された経緯があり、小荷物は旅客業務に含まれるため貨物駅ではなく、一般駅として発足した。 国鉄分割民営化を前に小荷物輸送は廃止となったものの今後旅客営業を行う可能性があるという理由で形式上旅客営業も行う一般駅としての扱いが継続することとなったしかし実際には旅客設備はなく一般旅客営業されたことはない東海道線のライナーの一部は東駅経由で運行されているが全列車通過ということになるまた 当駅に隣接して、相模鉄道の、羽沢横浜国大駅があり、JR の直通列車の経由地となっている。羽沢横浜国大駅は営業キロ上で、横浜羽沢駅と同一となる。羽沢横浜国大駅建設に合わせて、横浜羽沢駅も改良工事が行われ、着発線、200方式が導入されることになった。横浜はざ駅の開業前は、横浜市内のコンテナは、 ほどがや駅や高島駅で取り扱っていた。また、東京以北と以南の間で、首都圏を通過する小荷物は、当駅の開業以前は中継、仕分け拠点がなく、ターミナル駅の隅田川駅と潮止め駅との間で、トラック輸送により中継されるものが大部分であった。二面三線のコンテナホームがある。ホームは長いが、実際に、 ホームとして使用されているのは東側約300メートルのみである。ホームの北端には駅の入り口や駅舎がある。ホームの南側には仕分け線が数本あり、それらや200線からトンネルへ向かう引上げ線1本が伸びている。引上げ線からは着発線につながる線が分岐している。駅構内はホーム側から順にホーム二0線二本、ホーム二0線一本、 仕分け線群、着発線群、下り本線、上屋付きホーム一面二線、着発線群、上り本線となっている。着発線の一部と上下本線は JR 東日本の管轄で、残りの側線は JR 貨物の管轄である。JR 東日本管轄線にある荷物ホームは現在使用されていない。地にあり、駅は地上、東側は高架線、西側は、 トンネルになっている。校内の一部も高架になっており、高架下を JR 東日本物流が横浜支店や倉庫として使用している。なお、駅の業務は神奈川臨海鉄道が住宅している。近年の年間発着トン数は下記の通り。ありがとうございます。